こんにちは。こんにちは。アートマンヴィンテージギターズでございます。また新入荷ありましたのでご紹介していきたいと思います。はい、はい、オーランドで見つけてきました、このかっこいい345。見てくださいこれ。ゴールドハートや。これしかも綺麗ですこれ。確かに。はい。まあ、結構ねゴールドがくすんでたりっていうのはやっぱりありますけど。まあ、その分雰囲気はいいですね、はい、塗装も綺麗だし、あ、64年製です、はい、ええ、でまあビグスビー装着の、まあ、おなじみ の, そのカスタムメイドプレートもついててというバージョンですね、まあ、カスタムメイドプレート取ると、まあ、下に、ストップテールピースの穴は残っているという形ですね。はい。で特にあのモノラル改造はしていませんので、あの、まあ、今現状ステレオのままになっております。で、まあ、バリトンスイッチもディケードスイッチか、まあ、ついてますね。はい。でピックアップも、まあ、パフからナンバードになってすぐぐらいの時期のものですね。サウンドも結構やっぱり、まあ、パフ直径の音でパリパリっとした感じのサウンド、まあ、ちょっと後で聞いていただきたいですけれど、すごいお楽しみいただける仕様になってますね。はい。まあ、フレットなんかもねそのまんまで。どうやらなんかワンオーナーだったみたいで、まあ、大事に使われてきて、でちょっと裏も見ていただきたいんですが、これペグがですねめっちゃ綺麗なんですよ。綺麗ですね。これはオリジナルですか？いや変えてんだろうと思ったんですけど、はい、大丈夫でした。お、はい、素晴らしいコンディション。まあじゃ、まあじゃ感の塗装ムラぐらいですかね。まあでも綺麗ですよね。綺麗です。はい。チェリーもしっかり残っていて、はい、はい、じゃあどんなサウンドなんでしょうか、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、はい、はい、ではサウンドの方をチェックしていきたいと思います。Thank you.
はい、オールドの、まあ、345というか、まあ、セミアコシリーズらしいすごくいいサウンドになっているかと思います。まあ、特にピックアップでですね、まあ、あのナンバードのデカールのものがついておりますが、まあ、それまでのパフにすごく近しいパリッとしたようなサウンドになってまして、あと重量ですね、若干ちょっと、まあ、345355によく見られるんですけど、なぜかちょっと重たい、重たいというとあれですけど、いやいやあるさ、あの重量があることから、まあ、ローがちょっとタイトだったりとか、まあ、出音がすっきりしているようなのもすごくピックアップとマッチしていて、いいかなと思いますので、まあ、状態もすごくいい楽器になっておりますので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。